皆さんこんにちは、リポーターの村井理恵です。さて今回のつなげよう広げよう津市小中一貫教育では市市中学校区の取り組みを紹介するため市市中学校にやってきました。市市中学校区は市市東小学校と市市西小学校、市市中学校の2小1中で小中一貫教育に取り組んでいます。自他を大切にし、いじめや差別を見抜き、許さず認めない児童生徒、豊かな感性と興味関心を持ち自ら探求し学び続ける児童生徒を市市中学校区の目指す子ども像とし、3校が一体となり9年間を見通した教育活動を推進しています。それでは初めに市市中学校区代表校長の内田校長にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この市市中学校区ではどのようなところに力を入れて小中一貫教育を進めていく予定ですか？市市中学校区では市市東小学校区と市市西小学校、そして市市中学校の3校が一体となって9年間を見通した教育活動を推進することを通して小学校から中学校への進学時における過度な緊張や不安を解消したいと思っています。特徴とする取り組みとしては小中一貫教育の推進に向けたシステムや組織体制の整備、人権教育を柱とした豊かな人間性の育成、特別支援教育の理念を生かした学びの充実を3つの柱として進めています。3校の校長が組織システム部会、人権教育部会、特別支援教育部会の3つの部会をそれぞれ担当し共同で研究を進めているところです。小学校と中学校は意外に近いようで遠い部分がありまして、先生方やまた児童生徒も一緒に何かを行うということはとても少ないんです。そうですか。そういう中でこのような小中一貫教育を取り組むということはとても意義があるというふうに思っています。なるほど。それでは続いて小中一貫教育の具体的な取り組みについて教えていただけますか？はい。現在は各部会で小中学校の教員が合同で会議を開き一緒に話を進めたり、中学校の教員が2つの小学校への乗り入れによる授業を行っています。また夏休みの全員研修会や各校の公開授業への積極的な参加と意見交換を行っています。その他にも授業改善の取り組みや授業規律、生活の決まりの統一化など地域人材の共有、合同行事の検討などいろいろ行っています。乗り入れ授業に関してはちょうど今市市東小学校で担当の正井教諭が英語の授業をしていますので、ぜひ行ってみてください。わかりました。それでは行ってきます。こちらの教室で英語の授業が行われていますね。市市中学校区では英語教育の小中連携の充実を図ることや中学校入学時の不安を和らげることなどを目的に、中学校の教員が小学校の外国語活動を直接指導する乗り入れ授業を行っています。授業では文部科学省作成の教材を使った勉強のほか、 ICT 情報通信技術、ワークシート、イラストカードなどを使ったり、ゲームを取り入れるなど、児童たちが英語に親しめるようにさまざまな工夫がされています。児童たちが楽しそうに英語の勉強をしているのがよくわかりますね。英語の授業が終わったようなので子どもたちにインタビューをしてみたいと思います。今日の授業どうだった？
すごく楽しかったです。特には歌をみんなで歌うところが楽しかったです。ありがとうございます。今日の授業どうでしたか？めっちゃ楽しかったです。どんなところがめっちゃ楽しかったですか？みんなで集団で歌えたことです。ありがとうございます。中学校の先生に教えてもらってどうですか？いつもは厳しいけど面白いから大好きです。これからも頑張ってくださいね。はい。さて、先ほど授業をされていた市市中学校の正井先生にお話を伺いたいと思います。先生、お願いいたします。よろしくお願いします。授業を見せていただいたんですけれども、すっごく楽しそうでしたね。ありがとうございます。子どもたちに少しでも英語を楽しんでもらえるように工夫をしているんですけれども、その成果が出てきていてとても嬉しく思っています。小学校で授業をされていて何か感じられることってありますか？はい、小学校現場は初めてなんですけれども、小学校の先生方の授業でのきめ細かい配慮や日頃の子どもたちへの声かけなど大変勉強になっています。私は中学校教員として子どもたちが安心して中学校に入学できるような橋渡しをしていると思っています。ああ、なるほど。で、今年は英語なんですけれども、はい、教科担任制という体験を前もって子どもたちができるということは大きなメリットだと思っています。今日は会話のチャンスや英語の歌を取り入れた授業だったんですが、はい、このようにビートルズやカーペンターズの楽曲を教材化して歌を歌ったり、その音楽に合わせてダンスを踊ったりして英語によるコミュニケーションを体で感じてもらっています。また授業の中で、はい、ビートルズのヘルプの曲を使ってヒップホップダンスの指導も行っているんですよ。そうですか。この授業では地域コーディネーターの大谷さんやダンススタジオエントランスの桜井孝臣さんにも指導に参加していただいています。子どもたちも生き生きとした表情でダンスも上達してきました。教科書だけでなくリズムで英語を体感することで子どもたちは楽しみながら学んでくれているので、私もとても嬉しいです。中学生になると受験に向けた文法中心の授業が多くなるんですが、この1年間で英語の楽しさや面白さを知ってもらえればなと思っています。練習したダンスは東小学校で来年の2月に行われる6年生送る会で全校児童の前で披露する予定なんですよ。初めは英語が嫌だったけどダンスを通して好きになりました。初めはダンスも難しかったけど努力していくうちに上達して嬉しかったです。最初は恥ずかしかったけれど、みんなとやっているうちに楽しくなってきました。楽しみながら英語を学ぶことによって、こうより身近に感じられそうですね。そうですね。そうなると本当に嬉しいです。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。中学校の先生にお話を伺いましたが、この取り組みを小学校の先生はどう感じているのでしょうか。それでは市市東小学校の校長先生にお話を伺いたいと思います。失礼します。校長先生、先ほど英語の授業を見せていただいたんですけれども、この英語の授業を始められてから子どもたちに何か変化などはありましたか？はい、もちろんたくさんありますよ。特に中学校の正井先生と子どもたちとの関係が豊かになるにつれて、子どもたちの授業中の表情が生き生きとしてきました。子どもたちからは英語の授業は楽しいとか、英語の単語の意味や読み方、書き方が分かるようになって嬉しいとか、友達と少し英語での会話ができるようになって英語で自信もついたとか、休み時間になると友達と英語の歌を歌っているとか、そんな声をたくさん聞くようになりました。ああ、そうですか。はい、子どもたちが英語によるコミュニケーションを楽しんでいること、とても嬉しく思います。このように子どもたちが英語に親しみ楽しく学ぶことで、将来国際社会の舞台で活躍してくれることを期待しています。また今日見ていただいた授業に向けては、中学校の先生と小学校の学級担任が綿密な打ち合わせを行っています。これからもこのように
小中学校の先生が連携してお互いの良さを生かして楽しい授業を進めていけたらいいなと思っています。本当ですね。校長先生、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。先ほど乗り入れ授業を見させていただいたんですけれども、小学生が中学校の先生と日頃から触れ合うというのは進学してからも安心して学校生活が送れそうですよね。そうですね。それでは最後に一言お願いします。はい。一市中学校区における小中一貫教育はまだまだ始まったばかりです。これからも児童生徒のためになる小中一貫教育をますます推進していきたいと思っています。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。